になります。今日お披露目された今治市上浦町の宿泊施設ワッカが所有する海上タクシー、その名もワッカ号。一見すると普段よく見かける一般的な船に見えますが、瀬戸内海を颯爽と走る船ですが、実はこの船自動で走っているんです。障害物を全部検知して自動で連れてくれるので、人に代わって360度監視しながら安全に船を航行させるシステム、 AI キャプテンを搭載した船なんです。そういえば船長さんも、先ほどから全く操作していません。位置とか方向も保ってくれるので、一人の船長でもできることがすごい増えました。県のデジタル実装加速化プロジェクト、トライアングル愛媛の一環で導入した自動航行システム、その裏には人手不足とか後継者不足でその航路が減便してしまうだとか、なくなってしまうというふうなのは、とても観光的にはマイナスなので、そういったものはこの自動運転技術があれば少なからず防げるなというふうには。もともとは島嶼部を結ぶ航路の人手不足を解消しようと開発された AI を使った自動航行システム。そこに目をつけたのが、サイクリングを中心にしまなみエリアの魅力を発信し続けてきた村上代表だったのです。船を自動で保ってくれてる間に船長がお酒をサーブしたりだとかというふうな使い方であったりだとか、船の魚釣りですねもやってるんですけども、ポイントをちゃんと定点で止まるっていうのが自動航行だとできるので、今後はしまなみ海道沿いで自動航行によるサンセットクルーズなども始めるという村上代表。島だらけなんで船の旅っていうのは本当面白いんですね。そういったような地域の魅力を伝えるところへの寄与というのは大きくあるかなと感じています。